映画監督をしております渡辺です。本当に日本に生まれてきたことが失敗だったなって思ってるんですよ最近。もしフランスに生まれてたら映画作ってさ、みんなから尊敬されるんですよ。あ、2匹、おー、2匹、あ、制作費用ですね。渡辺様、宮崎駿監督や是枝裕和監督のような立派な映画を作るべきであるとここに強く警告いたします。いや、そういうことじゃなくて、映画は芸術だと思いますよ。変な顔している分心が綺麗、映画のことでしまってる。なんか言ってるやつは本当嫌いなんですよ。お前映画作ったことあんのかよって話なんですよ。